1809年、ナポレオン・ボナパルト率いるフランスは間違いなくヨーロッパ最強だった。しかし、皇帝が直々に行ったスペインおよびポルトガルへの侵攻は簡単に成功するであろうとの予想に反して失敗。ナポレオンの精鋭部隊は反乱を抑えるためスペインに釘付けにさせられた。そんな中、古くからのライバルが再び立ち上がる。オーストリアは1805年にアウステルリッツの戦いで敗戦して以降、密かにリベンジの準備を進めていた。ナポレオンがスペインへの対応に気を取られる中、イギリスはオーストリアへの財政支援、そしてフランス北部への攻撃を約束。ことを起こすチャンスだ。司令官になったのはカール大公、オーストリア皇帝フランツの弟である。彼は37歳でナポレオンより2つ年下だが、すでに15年の戦闘指揮経験を持つ。そして過去の敗戦から学習していた。彼はオーストリア軍をフランス軍と同じような組織構造に再編成、また歩兵の戦術も刷新した。当時、歩兵は密集隊形と呼ばれるシステムを取っていた。文字通り兵士が密着して戦うのだ。理由はいくつかある。まず、指揮の取りやすさ。無線が発明される前、軍の指揮は人間の叫び声、太鼓、ラッパで行われていた。騒音にまみれた戦場で声を届かせるため、兵士を分散させたくなかったのだ。次に、火力の最大化。従来のマスケット銃は70メートル以上離れた敵には精度が低い。密集して一斉射撃することで命中率を上げようとしたのだ。次に士気の維持。兵士は互いに密着して励まし合えるようにした方が危険を顧みず踏ん張る力が強くなる。最後に騎兵への防御。分散した歩兵は騎兵にとって格好の餌食となる。歩兵は密集してこそ騎兵と渡り合えたのだ。歩兵は数百人規模の大隊を組むのが基本だ。フランス軍の場合、形式上840人、実際には5、600人の兵士で構成されていた。一例として約600人で構成された大隊を見てみよう。兵士は6つの中隊に分けられる。中央の4つはフューズリエと呼ばれるメインの歩兵部隊だ。その右翼には高身長で屈強な兵によって構成される投擲部隊グレネーディアが配置される。そして左翼に配置されるのはボルティジュールと呼ばれる警歩兵の部隊だ。この部隊は大隊の前に散らばって特殊作戦を行う。警歩兵は独立して動き回り、隠密行動を取りながら敵を射撃し妨害し、敵の警歩兵には同じことをやらせまいと動いた。多くの軍がこのような特殊任務を行う警歩兵部隊を持っていた。イギリス第95ライフル部隊、フランスのシャスール・アーピエ部隊、オーストリアのイエーガー大隊などだ。伝統的に部隊は直線形のフォーメーションを取る。兵士が3つの列を作った上で一直線に並ぶのだ。そうすることで敵に対して射撃できる兵士の数を最大化し、逆に敵の砲撃でやられる兵士は最小限となる。ただし、この陣形は騎兵による側面からの攻撃には非常に弱い。またよく訓練された兵士でも列の形を保ちながら悪路を進むことは困難だ。そこで移動の際などは縦列のフォーメーション、つまり渋滞に変形することも多い。この陣形は柔軟性が高く、移動もより迅速にできる。一方、敵の大砲にとっては格好の的だ。砲弾が複数の列を貫通するからだ。また、横一列の陣形に比べ正面への攻撃力は低い。そのため理想は敵と対峙する前に横一列の陣形に広がりたいところだ。とはいえ、すでに敵からの射撃が来ている場合、陣形を変えている暇がないことも多い。そこで場合によっては、渋滞のまま敵陣に正面突撃することも少なくなかった。
これは敵軍が未熟であればうまく機能したが、イギリスの精鋭部隊などよく訓練された敵の前では多くの犠牲を出した。銃体は一つに固まりやすいため、騎兵からの攻撃に強いというメリットがある。時間に余裕があれば砲陣という四角形の陣形になるのがベターだ。銃剣を外側に構え、全方位への防御体制を固めるのだ。敵の騎兵はこれを取り囲むことはできても壊すことはできない。馬は人と剣の壁には突っ込めないからだ。短所としては先の銃体と同じく大砲に極めて弱い。そして移動速度も非常に遅い。素早く陣形を変えることは特に弾が飛び交う最中は難しく、訓練や実戦、経験が求められる。そんな中、1809年オーストリア軍は密集陣形を採用した。経験の少ない兵士をうまく機能させるための作戦だ。先の解説通り正面への攻撃力は低い。大砲の攻撃にも非常に弱い。しかし騎兵による側面からの攻撃には複雑な訓練なく素早く固まり防御体制が取れる。形を保つのが難しい砲陣に比べ移動速度も速い。ナポレオンはオーストリアが戦争準備をしているとの知らせを受け、急いでスペインからフランスに戻った。1809年1月24日パリに到着。ドイツに駐留するベルティエ元帥率いるフランス軍は至急増援を必要としていた。そこでナポレオンはスペインにいた部隊の一部、フランス国内で集めた新兵、そしてライン同盟の兵士を招集した。フランス大陸軍は1805年に比べ幾分か練度が落ちていたものの、ナポレオンの直接指揮もあって敵から見ればまだ大きな脅威だ。オーストリア軍のカール大公はまずポーランドと北イタリアへの陽動攻撃を開始。次にフランスの同盟バイエルンに本攻撃を行う。この本攻撃はナポレオンの予想より1週間早く不意をつかれる形となった。しかしカールは素早く進攻しようとするも、土壇場での作戦変更や激しい雨、輸送部隊の遅延などにより地を這うような移動速度になってしまう。一方ベルティエ元帥はナポレオンの優れた参謀だが、野戦指揮官としてはそうではなかった。ベルティエ軍の兵士は広く分散させられており、ダブー元帥の第三軍団はレーゲンスブルクで孤立する危険な状態にあった。カールはダブー軍に狙いを定め進軍する。数日後ナポレオンが戦地に到着し、ベルティエから指揮を引き継いだ。直ちに無防備なダブー軍を撤退させることにした。しかしすでに遅く、戦闘を避けることはできなかった。幸いダブー軍はグランダルメの中でもトップクラスに強い。結局この戦いでもオーストリア軍を撃退した。一方オーストリア軍も少将が重傷を負いながら最前線で戦い続ける勇姿を見せた。ともかくフランス第三軍団は包囲から逃げ切ったのだ。ナポレオン軍はこのオーストリア軍を殲滅すべく戦いを始める。ルフェーブル元帥のバイエルン第七軍団とランヌ元帥の予備軍団に進ませ、オーストリア軍を分断するくさびにした。そしてオーストリア軍の左翼をランツフートの町まで追跡。こちらが主力部隊であろうと見込んでいたからだ。フランスおよびライン同盟の連合軍は町の端で激しい戦いを行った末に勝利した。しかしナポレオンはここでオーストリア指揮官のカール大公がいないことに気づく。そう、敵の主力部隊は北部におり、その近くにいたのはダブー軍だけだったのだ。ベシェール元帥にオーストリア軍の左翼を追撃させ、ナポレオン自身は北に旋回。エッグミュールでオーストリア第4軍団を撃破した。フランスライン同盟の連合軍は4日間の戦いで4連勝を収めたことになる。しかしカール大公の主力部隊はまだ無傷であり、カールは戦力を温存すべくドナウ川を越えて退却していった。フランス軍はこれを追跡。レーゲンスブルクに到着したところで激しい攻撃を行った。ナポレオンはランヌ元帥に攻撃を委任。
1回目の攻撃はうまくいかなかったものの、巧みに発破をかけ、最終的に町の占領に成功した。この包囲戦でナポレオンは足に流れ弾を受けてしまい、味方の間に不安が広まる。しかし、ただのかすり傷だった。オーストリア軍も頑強に抵抗し、カールは計画通りドナウ川沿いに退却していく。軍団を南北に分断させられたものの、2つのオーストリア軍はウィーンまで守備よく逃げていった。ナポレオンも引き続き追跡を続ける。後方のバイエルン軍は切り離し、チロルの反乱に対処させ、第3軍団と第8軍団も兵站線防御のため後ろに残した。カールは首都ウィーンの防衛をしなかった。そのためわずかな砲撃だけでウィーンは降伏する。代わりにカールはドナウ川の向こう側に待ち構えていた。この時点でフランス軍は兵力8万人、オーストリア軍は11万人だ。カール軍はここまで崩壊することなく、なかなかの退却戦を繰り広げた。しかしナポレオンはオーストリア軍を見下しており、攻撃を続行する。5月20日の夜、フランス軍の工兵は夜中のうちに大急ぎで浮き橋を建設。多くの兵士が順番に橋を渡り始めた。翌日の正午にはマッセナ元帥率いるフランス第4軍団の大部分が向こう岸に移動した。2万4000人の兵と40門の砲を携え、アスペルン、そしてエスリンクの村落を拠点とした。ナポレオンはここでもオーストリア軍が退却し、彼らの後衛部隊とのみ戦うだろうと予測。しかしほどなく、オーストリアの全軍がこちらに向かってきているとの報告を受ける。5つの重隊、総勢9万人の兵、そして300門の砲を携えているのだ。ここから状況はさらに悪化する。オーストリアの工作員が川に障害物を流すなどして、フランス軍の建てた浮き橋を破壊したのだ。橋が壊されるたび、フランス軍の補給船は数時間たたれ、増援や弾薬の到着に深刻な遅れを生じた。こうした状況の中、午後2時45分、戦闘開始。オーストリア軍右翼の重隊がアスペルンに攻め込んだ。隣の重隊も加勢していき、3方向から攻撃を浴びせかける。フランス軍の守備隊も死に物狂いで対抗し、白兵戦を繰り広げた結果、兵士の半数が死傷した。アスペルンを守るべく、ナポレオンは騎兵隊をオーストリア軍中央の重隊に突撃させる。しかし、オーストリア軍の歩兵は騎兵に強い密集陣形をとっており、破ることができなかった。午後6時、カール大公は向かって右から2番目の重隊にアスペルンへの総攻撃を命じた。自ら前線に出て兵士を鼓舞し、前進させていった。激しい戦いの末、アスペルンの村を奪取したが、ナポレオンもすぐに増援を送り、この村の再奪取を試みた。同じ頃、オーストリア軍左翼の重隊がエスリンクへの攻撃を始めた。フランス軍の防衛はランヌ元帥が指揮することになった。オーストリア軍の最初の攻撃はうまく封じ、退却させることに成功。ベテランのフランス騎兵指揮官デスパーニュ将軍が強行騎兵を率いて追撃した。しかし敵の武道弾を浴びて負傷、ほどなく死亡した。午後9時、オーストリア軍最左翼の重隊がようやく攻撃態勢を整え、エスリンクへの攻撃を始めるが、これもランヌ軍に撃退された。そして夜中になり、戦闘は一旦停止。死者や負傷者がそこら中に横たわる中で、兵士は休息を取った。
フランス第二軍団と皇帝親衛隊は夜を徹してドナウ川を渡り、フランス側は兵士7万1000人、砲150門に増強された。しかし、またも橋が壊される。ダブー第三軍団は川を渡れなかった。それでもナポレオンは戦闘続行を決定。第二軍団を敵軍中央突破に用い、アスペルンの再奪取も試みる。夜明けを待たずして激しい戦闘が再開した。午前7時、フランスは目論見通り村を再奪取。エスリンクでもフランス軍の騎兵と皇帝親衛隊がオーストリア軍の撃退に成功した。両サイドの安全を確保したナポレオンは予定通り第二軍団による中央突撃を始めることにする。オーストリア軍も砲弾を浴びせてこれに応戦。アウステルリッツやイエナの戦いでフランス軍の攻撃を指揮していたサンティレール将軍が足を吹き飛ばされ致命傷を負った。カール大公は後ろに待機させていた投敵兵を前線に送り出す。この激しい砲撃によりフランス歩兵は後退させられた。この一刻を争う時にまたしても橋が壊され、ダブー軍はいつまでたっても応援に向かえない。弾薬の補給にも致命的な遅れが生じた。午後2時、フランス軍はアスペルンをまた奪われてしまった。エスリンクでも激戦が続き、オーストリア軍に短時間占領されるものの、こちらは皇帝親衛隊がすぐに再奪取した。しかしナポレオンはもうこれ以上の進展は見込めないと悟る。そこで午後4時、疲弊する騎兵隊に最後の攻撃を行わせ、敵の動きを封じた上で自軍に退却を命じた。対するカールも自軍の損害が大きく弾薬も底をつきかけていたことから、ロバウ島に撤退するフランス軍を見送るしかなかった。この戦いの最終局面、ナポレオンが最も信頼し親友でもあったランヌ元帥が両足に砲弾を受け重傷を負った。足を切断する大手術を受けるも1週間後に死亡した。あまりに大きな損失だった。2日間にわたるこのアスペルン・エスリンクの戦いはナポレオンにとって初めての大敗だった。一応オーストリア軍にもそれなりの大きな損害を与えたものの、これはフランス軍の明確な敗北である。自らの過信と性急な作戦計画が原因だった。逆に優れた指揮を取ったカール大公のもと、オーストリア兵は自信と士気を高めた。この敗北から数日のうち、ナポレオンはこの地に増援を呼び寄せ、リベンジの計画を練り始める。